川添さ美は、元 RKB 毎日放送のアナウンサー。神奈川県横須賀市出身。2歳上に、姉がおり二人姉妹である。関東学院六浦高等学校を経て、青山学院大学卒業後入社。学生時代、第8回、新橋小一歳の浴衣美人コンテストでグランプリを受賞した。小学校時代は、トランペット個体に所属し、 トランペットを演奏していた。中学、高校時代では吹奏楽部に所属し、オーボエを演奏していた。大学時代では、アナウンス研究部に所属していた。RKB では、池尻若子以来の女子アナで、後輩は、武田さえ。2010年頃まではバラエティを中心に担当。2006年7月1日の、地上デジタル放送開始を前に、同年4月、田中水月より、 地上デジタル放送推進大使の任を引き継ぎ、イベントや CM 出演などで、地デジ普及 PR 活動を行っていた。2010年10月1日に仕事で一緒になることも多かった後輩、宮脇健一に交代。2010年9月12日、系列新聞で仕事を通じて知り合った、トヨタ自動車九州陸上競技部の今井正人と結婚することが報じられた。 早くに、ゆいのおすませ、今井が、初マラソンとして、第63回福岡国際マラソンに出場した際は、平和大陸上競技場で、レースの行方を見守り、その後、婚約者として、スポニチを含めた他のメディアから取材を受けている。当初は、結婚を機に退職し、専業主婦として、今井を支えるつもりであったが、2011年3月11日に、発生した。 東日本大震災によって、今井の実家が被災した事情から、夫婦で話し合った結果、自分たちにできるのは互いに、目の前にあることを続けることという結論に至り、一旦退職を取り消し、退社を11ヶ月遅れとして、翌年2月いっぱいまで仕事を続けた。実は、退職を先送りしていた期間に妊娠しており、それも、退社のきっかけとなったことが出演番組のブログで、 明らかにされた。2019年4月に第3子が生まれ、今では3児の母である。2011年3月30日付の会社ブログにて公表。その後退社により全削除された。2012年3月1日付の会社ブログにて公表。その後退社により全削除された。アナウンサー朗読会。RKB 公式サイト。 2013年11月16日閲覧。ありがとうございます。